東北の雨について石川さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在晴れている地域多いですが、はい、今後崩れていきそうですか？そうですね、特に東北北部の日本海側ではですね、少し強い雨が降る可能性があります。はい、雨雲の予想を見ていきますと、こちらですね、特に秋田県中心にですね、活発な雨雲が、発生流れ込みやすくなりまして、今日1日ですね、降ったり止んだりといった雨具が必要な天気と、雨具が手放せないような天気ということになります。はい、強まる時間帯もありそうですか？そうですね、先ほど見ていただいた通り日中はですね、かなり強い雨の降り方をするところもありますので、大きい傘の方がいい場合もありそうですね。わかりました。ではアイコンでも見ていきましょう。はい、このようにですね、ほぼ、晴れるところが多いんですけれども、かなり限定的ですね、秋田、青森などですね、雨雲が流れ込むところではですね、ところどころ強い雨とで、雨が止んでいる時間帯は、このように晴れ間も出てくるところありますけれども、このように変わりやすい天気ということになります。わかりました。では今後も天気の急変にご注意ください。